はい、トールのアニメ感想置き場です。魔法科高校の劣等生来訪者編の12話を見ましたので、話をしていきたいなというふうに思います。一応自分は原作の方はね、見てないんで、本当にこうアニメを見たまんま、言ったらこう結構適当に話をしちゃってるんですけれども、まあよろしくお願いできたらと、そんな感じのことを思います。まあ一応こう先の、楽しみが減ってしまうような、ネタバレについては、ご遠慮いただければというふうに思います。あと、そうですね、劇場版の話も多分関わってくるんやとは思うんですけど、一応こう本編の話の中においては劇場版についてはね、触れないでいこうかなというふうに思っています。はい、じゃあまあストーリーとしてはですね、言ったらこうな、まあタワーのね、まあ高級タワー、高層タワーですかね、のパーティーが今回ありましたっていう、そういうとこですね。はい、内容としてはまあパーティーの中でパーティーを楽しむ達也たちと、それからまあその外側、周りの警備として、戦うこう黒羽兄弟姉妹って言った方がいいんですかね、今回においては姉妹って言った方がいいんですかね、どうでしょうね、黒羽姉妹の、警備についての話だったなと、そんな感じのことを思いました。はい、まあそうですね、感想としてはちょっとこうリーナがもう出てこないところに関しては寂しいなっていう思いが、ありますね。皆さんどうですか、そんなことないでしょうかね。はい、でやっぱりこう新しい物語への序章的なね話なのかなっていうふうには思いましたね。はい、なんていうかこうもう来訪者はねいなくなってしまったわけですからね、主にこう四つ葉絡みの話が、どんどん進んでいってるっていう、そういう印象でしたね。はい、まあ、今回の見どころといったらこのまあ姉妹、兄弟姉妹のまあ連携が見どころなのかなっていうふうに思いましたね。このあたりはやっぱりこう魔法バトルとこの今までとはちょっと違って、敵と戦うという構造ではなくて、任務を全うする、まあ、二人のですね、優秀な、こう、魔法師の動きが見えたっていうところは、ちょっと新鮮な感じがあって、良かったですね。なんか、今までと違う感じでね、自分は見ることができました。面白かったですね。あとですね、まあ、桜井みなみちゃんと、まあ、達也たちが出会って、まあ、過去に、まあ、おばさんとね、つながりがあったっていうところですね。これも言ったら、こう、四つ葉の話ですよね。はい。そんなわけでも、今後はね、四つ葉がね、ガンガン絡んでくるんじゃないのかなっていうところが見えて、話はね、進んでいく感じですね。はい。そんなわけで、まあ、この流れはどちらかというと、こう、次回作の流れみたいなものなのかなってね、そんな感じには思う、見えましたね。まあ、次回作がどういう風になっていくのかはわからないんだけど、少なくともなんかこの、来訪者編において完結するような物語ではなさそうな、そんな感じのことを思いましたね。とはいえ、なんていうかこう、その、アニメでね、原作ありのアニメにおいては、こう、ありがちな、なんていうかこう、もう、あからさまなこう原作の宣伝的な、そういう形のアニメとしての作りとは全然こう違うなっていうふうには自分は思いましたね。この魔法科高校の劣等生は一期からなんというか、全然こう淡々とちゃんとこう原作をリスペクトした上で淡々と話を進めていくっていうね、そういうのがこう劣等生のね良さだなっていうふうに、思ってますので、なんかそういういやらしさみたいなのは感じなかったのが良かったと思いますね。とにかくどんどんね話は進んでいって、大きな劣等生の物語としてはちょっと大きな波がまた来そうな感じだなって、ただアニメとしてはね、ちょっとこのここでね区切られるよって、そういう感じがありましたね。はい、そんなわけで、まあ言ったらこう始まり、序章的なね、事件ですよね、のまあテロを解決して、その後まあ入学式があって終了かなぐらいのね、そんな感じのことを自分は思ってます。皆さんねどう思いますか、教えていただければ幸いですね。はい、あとですね、そうですね、まあなんていうかこうオフショアタワーもね結構ね面白かったですね。なんていうかこうその中のパーティーの様子っていうのは、まあそれなりにこうね、楽しそうではあったんですけど、あまりこう詳しくはね書かれませんでしたよね。うん、まあ言ってこの桜井さんとね、面会というかね、ここは初対面っていうことだと思うんでね。でお母さん、まあ おばさん、おばさんと、なんていうか関わりがあった二人がここでね、接してくるっていうところは、まあこのおそらくはどこまでね、描かれるかっていうと、ほぼ描かれないんじゃないかなとは思うんですけど、それ以外の点としては、まあ、
若干こう雫の家族とね関わりをね持ってるとかね、そういうのが描かれたっていうところもちょっとね面白かったですね。この辺なんかこうほのかはやっぱりこうヒロインだなってね、そんな感じのことをね思いましたね。まあそのまあもうまともなヒロインがあまりこう舞台に残っていないというか、そんなことはないことはないような気もしなくはないんですけど、そんなわけで普通にヒロインをやっていたほのかさんが可愛かったですね。はい。そしてまあその構造的には普通にこうおしゃれなそのビルディングなわけですよね。まあその僕の感性だとこれを見るとね、ドラゴンボールのカリン島をね思い出してしまうんですけどね、そんな人はいないですかね。まあ言っておしゃれなビルですよね。なんとなくこう東京タワーとかスカイツリーとかの構造にもね近いね、まあタワーで豪華なタワーってなるとこういう構造になるんでしょうね。はい。まあ自分は大阪なのでね、アベノハルカスを若干イメージしてしまったんですけど、それ以外にもちゃんとね、こう展望場所とかね、いろいろこうくつろげるところとかがね、あってね、面白い感じでしたね。はい。これをなんていうかこう、達也が、パンフレットでも読むかのようにね、解説してくれていたのがね、ちょっとね、面白かったですね。はい。あとはですね、まあ安全のための技術みたいなところもですね、解説が入っていてね、ちょっとね、良かったですね。はい。なんていうかこう、今のその建築物の構造のね、工夫みたいなのも入りつつもね、最新技術で調整しつつもですね、そして、電気が切れた時にはね、人力っていうね、これがちょっとね、ちょっと面白いですよね、これね。ちょっと笑ってしまったんですけど、まあ、バカにするっていう意味じゃなくて、なんていうかこう、魔法師が、つまり科学とともに魔法が発達して、まあ魔法が科学側に入ったというか、まあちゃんと科学が、魔法が学問になっている世界だからこそですね。なんか発達の仕方が違うなって、単なるこう未来の世界とすると、ここでね、人間は出てこないと思うんですね。このあたりの構造が、やっぱりこう、劣等生の世界観なんだなと思ってね、面白かったですね。そしてですね、今回はね、テロリストたちがですね、これを攻略しようと頑張るわけですよ。なんとかこのビルを破壊しようとね、そういうとこですね。はい。まあ、外側からのね、工作員は電気を切ることによって、控えてる人たちがですね、まあ、おそらくは手一杯になるんでね、おそらく付け入る隙を作ることができるんで、停電させようと企んでたんですけど、これは失敗に終わっちゃいますね。はい。で、その第二部隊ですね。実動部隊がいるみたいですね。魔法師控え室ってなってたので、この服装からもするのに、おそらくその大気の魔法師として、潜入していたテロリストなんだなっていうところで、この服装で見たらわかりますね。ガスで眠らせてですね、このタワー自体をね、まあ制圧してしまうってね、たった6人で制圧できるっていうことは結構優秀な感じにしますよね。なんかこの右側のお姉さんがなんかこう他に人間いるかみたいなのをこう魔法でチェックしたりしていましたからね、結構優秀な人たちなのかなってね、そんな感じのことを思いましたね。はい。まあマスクしてしまったんでね、もう誰が誰かね、わからないんですけど、そんな感じでまあちょっとそこそこ優秀な感じが、しなくはないなとね、そういうところではありますが、まあでもね、もう顔隠れちゃったんでね、どうしようもないかなというふうには思いました。はい。そして、まあ、フライホイール稼働停止、まあ、要するに言ったら、このタワーのね、安定させるシステムが、切れてるんだよってね、そういうところだったので、まあ、わかりやすいですよね。タワーは倒れるもの、爆発されるものってね、そういうところやとは思いますね。ちょっと思ったのは、この、緊急時の表示として出てきたものが、その、言ったら、こう、文字で説明しないとわからない緊急事態なわけですよね。今この現状ってね。そこで出てきたのが日本語と英語だけっていうところが、あ、なかなかこう、今の日本とはちょっと違う風に国際情勢が進んでるんだなってね、そんな感じのことを思いましたね。はい。で、ただですね、まあ、彼らがちょっとこうね、2期のね、最後のね、舞台のね、敵としてね、盛り上げてくれるかっていうとね、ちょっとそうではないですね。ヤマタノオロチほどの盛り上がりを見せてくれるかっていうと、それはちょっとね、わからないところでは、ありますね。まあ、なんか、ほのか一人でも殲滅できそうに、見えるのは僕だけなんでしょうかね。僕だけですかね。はい。そんな感じですね。言ったら、こう、大きな盛り上がりとしてのね、ところはないのかもしれないなというふうには、ちょっとね、思いましたね。はい。まあ、
そのまあそうですね、劣等生はあんまりこう変に無理にこうね、再ラストに盛り上がりを持っていこうっていう感じしないですかね。本当に淡々と物語が進んでいくところがね、良さなのかなというふうに思っているので、それもいいのかなというふうには思いましたが、まあとはいえこう2期のね、締めなんで、何かこう面白いいいねまとまり方というかね、いい締め方をしてもらえれば嬉しいかなというふうには思いましたね。はい、じゃあもうちょっと次行きましょうか。まあ今回のまあ主役はこの2人でしたよね。はい、まあ黒羽姉妹というか黒羽兄弟というかね。はい、このまあ姉妹のね、変装に関してはですね、これはなんていうか若干自分はおこれ変装とか思ったんですけどね。なんか極秘ミッションをこうこなさなきゃいけない状況においてね、二人ともスカートなのはいかがなものなんだろうとね、ちょっとね思いましたけどね。バックアップの方はね、ちょっとね、あの見た目が目立ちすぎる気もね、しなくはないんですけど、まあこのあたりはなんていうかこう世界観的なね、意味付けもちょっとあるのかなというふうには思いましたね。こういう格好の方がごまかしやすかったりやとか、融通が効きやすいっていう場面は、あるのかもしれませんね。女の子の方が都合のいいことが多いのかも、そんな感じのことは思いましたけど、まあでもパッと見た感じだとね、なんか姉の趣味な感じがするのは僕だけですかね。なんかね、めっちゃお姉さんの趣味やろってね、そういう、部分がねありそうな気がしますよね。このカチューシャとかね、そんな感じがするんですけど、どうでしょうかね。スカートじゃなくてもねいいと思うんですよね。はい、まあ、この部分はなんというかこうね、笑うところというかね、楽しむところなのかもしれないなというふうには思っていますね。で、やっぱりこう二人組で任務をこなすっていうところがすごく良かったですね。なんていうかこう今までの劣等生は、まあコンビネーションとか見せつつもですね、基本的には敵を倒すことを目的にね、戦っていることがねほぼ全てやったと思うんですけど、まあ彼らはなんていうかこうそれぞれすごいこういろいろな任務があってですね、それをこなすために最適の動きをしている感じが良かったですね。索敵してですね、物を転送してですね、遠距離攻撃をこなすっていうところで、基本的にはかなりこう使い勝手のいい能力を、やってはいるんですけど、まあ例えばこう身の安全がね、まず確保してから敵を、探しに行くっていうな、そういうような描写でやとかね、そんな感じでこうお姉さんが言っていたように正義より任務をね重んじているっていうところなんで、言ったらこう自分たちの身の安全はかなり優先順位高いっていうね、そういうところですね。はい、そういうところの描写が見えたのはね、なかなか面白い、そんな感じだなというふうに思いましたね。転送能力めっちゃ便利そうですよね。はい、あと怖いお兄さんたちもねちょっとね出てきていたのもねちょっとね、面白いですね。なんかねこの感じね、あやっぱりこう四つ葉の分家のかなりね偉いところなんだなっていう、そんな感じのことを思いました。はい、とはいえ今回は何か強敵が現れていたわけではないので、まあ今後も活躍をね期待していったらいいのかなというふうに、思っていましたね。はい、今回は言ったらこう自己紹介的なところとか、任務をこなす上でのですねスタンスみたいなのが紹介された、それからまあそれぞれの能力も示されたみたいな、そういった回やったのかなというふうに思いました。はい、まあ、このあたり僕はあんまりこうねちゃんと把握できていないんでね、間違っていたらね教えていただければと、そんな感じのことを思います。はい、あとはですね、一応こう劇場版についても紹介だけはしとこうかなというふうには思いましたね。はい、なぜならですね、11話のね前半と後半の間の時系列に入る話なので、タイミング的にはやっぱりこう2期を見た後に見ると、特にリーナに関してはですね、その続きとして見ることができるので、これは、いいんじゃないかなというふうに思って、一応紹介動画の方は出させていただきました。ただですね、まあ話としてはつながる部分もあったりはするんですけど、リーナ以外の要素に関しては、まあ、2期が全部終わってから見るの方が、もしかしたらつながりが綺麗になるのかもしれないなというふうにはちょっとね思いましたね。はい、言ったらまあ少しだけのね描写で、まあ、今回出てきた話とかとつながりそうの要素もね、あったんですけど、このあたりはまだ何とも言えない感じですね。はい、そんなわけでね、もしねご一緒いただける方がいたらですね、こちらの動画の方もですね、一緒に楽しんでいただければ嬉しいかなというふうに思いました。はい、そんなわけでね、今回はねこれぐらいにしておこうかなというふうに思います。皆さんのね感想とかね、考察とかも教えていただければというふうに、思いますし、僕がね勘違いしているところとかもね、教えていただければと、そんな感じのことを思いました。はい、とはいえね次回がね
いやー、最終回ですかね。ちょっとね、寂しいですね。これだけこう、楽しく見やすくね、作ってくれていたアニメなんでね。まあ、ぜひ、3期とかもやってほしいなというふうには、思いますね。はい。ではではね、次回最終回、まあ、ちょっとね、どうなるかっていうのをしっかり見守っていきたいなというふうに思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またね、次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。